皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日はお母さんの算数ということで、速さの基本について説明していきます。小学校6年生で学習していた速さが5年生で学習するようになりました。そんな中で父兄の方から、どうやって教えたら理解してもらえるかな、いい教え方はありませんかというような質問をいただいたので、今回この速さの基本について説明する動画を作っています。速さ、簡単に言ったらスピードですよね。スピードがある、スピードがない、速い、遅い、ただ言葉で言っただけではどのくらい速いのか遅いのかというのは分からないですね。ですからそれを数字を使って表す、これが算数でいう、速さになります。で、数字を使って表すといっても、何もないところでバラバラに基準もなしに表したのでは計算も何もできませんので、基準を作ってそれをもとにして速さを表しています。速さとはある一定、基準となるある一定の時間で進む道のりね、道のりと言って分からなかったら距離とか長さと言い換えればいいですね。で、算数で出てくる速さ、これは3つだけです。まず最初、1秒間に進む道のりを基準とした速さ、これを秒速と言います。次に1分間に進む道のりを基準とした速さ、これは分速ですね。そして1時間に進む道のりを基準とした速さ、これが時速です。ただお子さんにこう言っただけだとはっきりお子さんが理解しているかどうか分かりませんから、この時例を挙げて説明してあげるといいと思います。例えば例の括弧1では、1秒間に5メートル走る人の速さは、1秒間に進む道のりを基準としているので、これを使ってこの1秒間に5メートル走る人の速さは秒速5メートルと、こうなりますよね。括弧2は、1分間に300メートル走る自転車の速さは、基準が1分間ですからここの部分ですよね。これは分速300メートルと、こうなります。ちょっと出ちゃいましたけれどね。括弧3、1時間に60キロメートル走る車の速さは、基準が1時間ですからここの部分なので、時速を使って、時速60キロメートルと、このようにお子さんに答えてもらいます。ここでは例は3つしか載せていませんが、どうぞお子さんと一緒に勉強するときにはもっとたくさん、ね、例を挙げて、ね、分かっているかどうか確かめてください。それから算数の規則として、算数では基本的に速さは一定で変わりません、ね、実際の生活の中では、例えば最初分速70メートルで歩き出したとしても、途中信号で止まったり
ね、途中で慌てて急いだりするので速さは変わりますけれど、算数の中では速さは常に一定と考えて計算していきます。これが理解できると文章問題なども解けるようになります。で、速さが変わるとき、速さが変わるような問題もたまに出てきますが、そういうときには必ず文章で指示してあります。文章帳にそういうことが書いてなければ速さは常に一定、ね、分速60メートルってずっと1分間に60メートルずつ、ね、進んでいくと、このように考えて、いるわけです。で、この基本的に速さは一定ということが理解できれば、例のカッコ1、カッコ2のような文章問題も解けるようになります。分速70メートルで歩く人は4分で何メートル歩くと、ね、歩きますかというような問題ですね。常に一定ですから、分速70メートル、1分間に70メートルずつ進むわけです。これ線分図を書くと理解しやすいと思います。まず1分、2分、3分、4分ですね。4分。こうなります。これ全部70メートルずつですね。70メートル、70メートル、70メートル、70メートルと。ね。常に速さが一定と考えるんですね。ですから、ここで、1分間で70メートル、70メートルが4分で、1、2、3、4つあるから、70×4、 こういう計算ができるわけですね。そうすると答えは280となって、280メートル。これが答えになるわけです。この単位もしっかり忘れないようにつけるようね、ちょっと注意してください。カッコ2です。これも線分図を使って考えてみます。3時間で 150km 走る自動車の時速は、と。時速というのは1時間で進む道のりを基準とした速さですね。3時間ですから、1時間が3つで、1時間、2時間、3時間とこうなるわけです。これ全部同じ長さになりますよね。これが全体で150km になっています。そして時速ですから、この1つ分ね、3つで 150km、 その1つ分ですから、150を3で割るということがイメージできるわけですね。ですから150÷3、 これを計算して50となって、答えはしっかり時速という言葉をつけて、時速50km とね、単位もしっかりつけるように指導してあげてください、ね。このように例を挙げたり、教えた時ね、例を挙げたり、線分図でこういう問題解いていくような練習をすると、お子さんに、ね、速さについてのね、知識がしっかり身についていくと思います。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。